空は青く広がり、美術大学のキャンパスは春の息吹に満ちていた。そこには芸術に熱心な学生たちが夢と情熱を抱いて日々を過ごしていた。主人公の葵は新入生であり、純粋な情熱と天賦の才を持つ若き芸術家だった。彼女は絵画に魂を込め、キャンバス上で自分の内面世界を表現することに生きがいを感じていた。葵の人生は、彼女が大学の図書館で彼に出会った時、予期せぬ方向へと進み始める。彼、ソータは、文学部の学生で、詩と物語を愛する静かで感慨深い青年だった。彼の言葉は、葵の心に新たな感情の波を呼び起こし、彼女は自分でも知らなかった感情の深さを発見する。二人の出会いは、偶然ではあったが、運命的なものだった。ソータは、葵の絵に強く惹かれ、その色彩と情熱に心を奪われる。彼の死は、葵の絵に新たな意味を与え、彼女の作品に深みを加えた。芸術を通じて、二人は互いの世界を理解し、感情を共有するようになる。春が過ぎ、夏が訪れると、二人の間の感情はさらに深まる。美術館の日差しの中で、葵とソータは初めて手をつなぎ、互いの眼差しに深い愛情を感じる。しかし、恋愛という新たな感情は、彼らの芸術への情熱に影響を与え始める。葵は、恋愛が自分の芸術にどのように影響を与えるのか葛藤する。秋が訪れ、葉が色づく中、葵は自分の感情と芸術の間でバランスを取る方法を学び始める。ソータの支えと理解によって、彼女は愛と芸術が互いを豊かにすることを理解する。彼女の絵は、以前にも増して深みと感情を帯び、ソータの詩もまた、葵の影響を受けて新たな境地を開く。物語のクライマックスは、大学の年末展示会での二人の合同展示で迎える。葵の絵とソータの詩が一体となり、見る者に深い感動を与える。この展示は、二人の愛と才能の結晶であり、彼らの未来への扉を開く。最終章では、二人は卒業を迎え、新たな人生の旅立ちを祝。彼らは、愛と芸術が一緒に成長し、変化することを学び、二人の関係はこれからも続くことを確信する。物語は、美しい夕日の中、二人がキャンパスを歩く姿で終わる。彼らの初恋の物語は、美術大学のキャンパスで始まり、無限の可能性を秘めて未来へと続いていく。